カリーニングラードは、ロシア連邦西部にある、カリーニングラード州の州都である、バルト海に接する港湾都市で、人口は約42万人。カリーニングラード州は、ポーランドとリトアニアに挟まれた、ロシアの飛び治療で、人口はおよそ95万人、世界有数の琥珀の産地である。カリーニングラードは元々1255年に、ドイツ人の東方植民によって建設された都市で、 1946年まで使われていた救命はケイニヒスベルク20世紀前半まではドイツの東北辺境の重要都市であった。多くのロシアの都市に比べ海洋性に近い気候で夏はそれほど暑くなく冬も極端に寒くはならない。降水量は年間を通してほぼ均等、摂氏30度を超えることはそれほど多くないが、 最高気温は1992年8月10日に摂氏36.5度を記録している。7月としての最高気温は1994年7月30日に記録された摂氏36.3度。最低気温は1956年2月に引く摂氏33.3度。1月としては同年に引く摂氏32.5度を記録している。ドイツ帝国の地図。 サイトタウンがケーニヒスベルクをシュートとする東プロイセン。詳細はケーニヒスベルクを参照現在カリーニングラードと呼ばれているケーニヒスベルクは1255年にドイツ騎士団によって建設され、ハンザ同盟に所属するバルト海の貿易都市となった。町はポーランドとリトアニアを流れるプレーゲル川の川口部に位置し、中洲であるクナイプ方フを中心に広がり、 プレーギル川流域の物産を集めて、バルト海沿岸の諸都市と交易し繁栄した。ところが、住民は、ポーランド王国を支持して、ドイツ騎士団と対立、1410年の単年ンンベルクの戦いの、結果第一次トルンの和訳が交わされ、ケーニヒスベルクをはじめとしたドイツ騎士団領はすべて、ポーランド王国の従属国となる。 その後ドイツ騎士団による宣誓に反発したケーニヒスベルク等の商業都市がプロイセン連合を結成して騎士団と対立してポーランド王国の庇護を求め1466年の第二次トルンの和訳によりケーニヒスベルクはポーランド王の直接の所有物となり住民による自治権を与えられた。 19世紀末頃のケーニヒスベルク上1525年にドイツ騎士団の総長だったホーエンツォレ・ルンケのアルブレヒトが修道会国家を世俗化させてプロシア公領,領を東プロイセンに成立させケーニヒスベルクはその首都となった広国の地が耐えると1618年により同族であるブランデンブルク選定校のホーエンツォレ・ルンケが飛び地となる広国を同時に治めることになった 1660年の折り場協定で、ポーランド王国が、プロシア公領に対する、総主権を放棄して公領はポーランドから独立、プロイセン公国となり、1466年より194年の、アイダ・ポーランド王が保障した自治権によって、大いに繁栄していたケイ・ニヒスベルクはその自治権を失って、プロイセン公国に隷属することになった。1701年、 ブランデンブルクセン帝国、フリードリヒ3世は神聖ローマ帝国の外にあたる、ケーニヒスベルクで王に即位、フリードリヒ1世となり、プロイセン王国がこの町で誕生した。この時期、ケーニヒスベルク大学などを要する教育と研究の中心地でもあり、イマヌエル・カントラ多くの学者を輩出した。19世紀に、プロイセン王国を中心に、ドイツ帝国が形成されると、その一部となった。 1848年には、ヨーロッパ市民革命のプロイセンにおける中心地となり、王公貴族の支配に対して、商工業者を中心とした市民が立ち上がり、大規模な抵抗運動を行った、プレーゲル川沿いの貸し第一次世界大戦後、旧ドイツ帝国の東部領土が割上され、ドイツやオーストリアによって分割されていたポーランドが独立を果たした。その際、 ポーランド北部のバルト海に面した地域にあたる旧プロイセン公国の領域のうち自由都市として残された団地比を除いた西プロイセンはポーランドの海への出口としてポーランドに活上されたケーニヒスベルクを中心とする東プロイセンはドイツ領として残されたがドイツ本国との陸上路が閉ざされ孤立した飛び地となった後にドイツで政権を握った ナチス党のアドルフ・ヒトラーは、ポーランド侵攻直前に、飛び地解消を名目に、ポーランド回廊の領土返還を要求したが、権威主義的なポーランド側は、ミュンヘン会談の取り決めを盾に、ドイツの領土要求を拒否したため、ドイツ軍がポーランドに侵攻し、ポーランドと相互防衛条約を結んでいた、英仏がドイツに宣戦線復刻して、第二次世界大戦が始まった。 第二次大戦前の市街風景独ソ戦中盤まで、ケイニヒスベルクは比較的平和が保たれたが、戦争末期には東部戦線の激しい戦場となった。1944年8月26日から27日の夜にかけて、イギリス軍の爆撃機174機による長距離爆撃が行われたが、この空襲は郊外に爆弾のほとんどが落ちほぼ失敗に終わった。 しかし続く8月29日から30日にかけてのイギリス軍機189機による空襲では市街地中心部が打撃を受けた。住居と工場の多くが破壊されたほか、クナイプ法府はじめ旧市街の大半、大聖堂をはじめ古い教会のほとんど、京ニヒスベルク城、大学などは完全に破壊された。ソ連赤軍が 東プロイセンに進撃を始めた1944年10月頃からは約37万人に上る市民の西部ドイツへの脱出が始まった。1945年1月13日にはソ連軍がついにケ営ニヒスベルクに達し1月末には市は完全に包囲されたが市民や避難民はドイツ軍の確保した鉄道と港湾を使ってバルト海経由で ケーニヒスベルクからの脱出を続けた。要塞化された市街の周辺には、地雷や鉄条網などで三重の防衛線が築かれ、2月から3月の間ドイツ軍は抵抗を続けた。しかし1945年4月6日から4月9日まで、ソ連軍は4日間にわたり、南北から最後の突撃を行い、残されたドイツ軍は降伏し、ケーニヒスベルクは陥落した。 t-34 戦車、第二次大戦の戦勝記念碑の一つドイツの戦後処理が話し合われたポツダム会談において、ケーニヒスベルクはソ連邦への帰属が決定された。すなわち、東プロイセンは南北に分割され、南部はポーランド領に、ケーニヒスベルクを含む北部は、ソ連のロシアソビエト連邦社会主義共和国に編入された。戦後もドイツ系市民、 約2万人が同市内に残留していたが、1947年10月11日スターリンは市内に残留していたドイツ系市民の追放を決定し、翌年にかけてドイツ系残留市民は全員鉄路でソビエト占領区域へと移送された。前後して大量のソ連市民が市内へ移住した。1946年7月4日。 ソ連領となったケーニヒスベルクは1ヶ月前に死去した、先のソビエト連邦最高会議幹部会議長、ミハイル・イワノビッチ・カリーニンにちなんで、カリーニングラード市区域全体はカリーニングラード州とロシア語名に改称された。その後、ドイツ時代の遺物として、ケーニヒスベルク城、ケーニヒスベルク大聖堂などの歴史的建造物がほとんど破壊され、城の跡地には、 ソビエトの家が建設された。カリーニングラードは、冷戦時代は、軍事都市として、州全体が外国人の立ち入りが規制される、閉鎖都市だった。ソ連でも重要な不登校として、バルト艦隊の拠点となり、造船業が、発達、また古くからの琥珀の世界的産出地としても、地位を確かなものとした。ところが、冷戦崩壊後に、リトアニアがソ連から独立した結果、 カリー・ニングラード州は今度はソ連・ロシア連邦の飛び地となってしまった。さらに冷戦後の造船需要の悪化で造船業が衰退して失業率が増加し、市民の4割が貧困層と言われるほど経済状況が悪化、琥珀も密売者の間で高騰する事態となった。ソ連崩壊後の一時期は東欧各国の中心にある地理的特性を生かして、 バルト海の香港としようという夢が語られたが、それとは、ほど遠い状態になりつつある。ソ連崩壊直後にロシアはここを、ポーランド領とする案を用意したものの頓挫、結局そのまま放置された。カリーニングラードの経済は崩壊し、この街が、東ヨーロッパの中心に位置するということもあって、麻薬取引、人身売買、盗難者の取引中継地など、東欧、 旧ソ連全域を舞台にした様々な犯罪の拠点に使われるほど治安が悪化、エイズなどの感染症も蔓延し始めた。さらに、軍事都市時代の有害な廃棄物が放置されており、住めない土地が各地に広がっていた。もはやこの都市の存在が、ロシアにとってもポーランドリトアニアなど周辺諸国にとっても頭痛の種となった。ソ連崩壊後に再建されたクナイプ法府のケーニヒスベルク。 大聖堂カリーニングラード市電カリーニングラード市街と市電独立50年を経て、ロシア政府は、ウラジーミル・プーチン大統領のリュドミラ・プーチナ夫人がカリーニングラード出身ということもあって、カリーニングラードの復興を手こ入れすることにし、経済対策として経済特区を設け、輸入関税を免除するなど、外貨獲得を目指した。しかし、当初は、 ロシア国内向けの家電組み立て工場が多数、成立した他は、特区の効果はあまり出ず、さらに2004年に周囲を取り囲むリトアニアと、ポーランドが共に EU に加盟したため、カリーニングラードと、ロシア本土との通行に、リトアニアがビザを貸すようになったなど、周囲との通行に障害が生じ、先の見通しが立たないとまで言われた。ところが、その後、ロシア本土との通行に、 リトアニアのビザ取得が簡素化され、物流も整備された結果、カリーニングラードの経済は驚異的な成長を遂げている。2006年10月16日付の BBC のカリーニングラード過去の汚名を注ぐと題された記事では次のようなことが述べられている。過去数年の経済成長率は毎年10%を超えており、モスクワを含めたロシアのどの地域よりも発展している。 域内は建設ラッシュであり、モダンなデザインの新しいビルが建設され、街にはデザイナーズショップが立ち並ぶ。また、住民一人あたりの自家用車保有台数はモスクワを上回っている。ロシアで販売されるテレビの3台に1台はカリーニングラード製であり、州内ではハマーや BMW といった高級車の工場がフル稼働している。人口95万人のカリーニングラード州の 失業率はほぼ0%であり、労働力の不足が深刻である。そのため、カリーニングラード州政府は、ロシア本土などの旧ソ連地域から早急に30万人のロシア人をカリーニングラードに移住させる計画を進めている。特に辺境のカザフスタンやカフカ市地方に住む、ロシア人は地位が不安定で定職に就くことも難しいため、カリーニングラード州としては彼らを呼び寄せたいと。 考えている。州政府は彼らのための住宅建設は順調に進んでおりすぐにでも呼び寄せることは可能であると述べている。ただし、ロシアの工場カリーニングラード経済の問題は原材料や中間製品がすべてロシア本土からやってきて州内で作られる最終製品の販売先がロシア本土しかないことである。州政府としては周辺の EU 諸国と 経済関係を築きたいところであるが EU と様々な政治的問題を抱えるロシア中央政府がそれに反対している。しかしカリーニングラード住民の意識は年々変化しロシア離れが加速しており子供たちまで我々カリーニングラード住民は大ロシアとは違ってもっとヨーロッパ的であると発言するまでになっている。カリーニングラードの今後のさらなる発展は 東方拡大を進めてきた EU とロシアの関係の重要な課題となっている。現在では、ソ連時代に破壊された大聖堂などの歴史的建造物の再建が進められている。戦前のケーニヒスベルクの地図ケーニヒスベルク大学、後のカリーニングラード大学、現在のイマニュエルカント国立大学バルト会、艦隊司令部カリーニングラード駅、カリーニングラード支電、フラブロボ空港からは、 ロシア本土の各都市や他のヨーロッパ都市への便が運行されている。バルチースクからは、サンクトペテルブルク、ストックホルム、コペンハーゲン、リガ、キールへの航路がある。カリーニングラード駅からは、モスクワ、サンクトペテルブルク、ソチ、チェリャビンスク方面への列車が運行されている。カリーニングラードの鉄道の特徴としては、ポーランド東ドイツ方面の路線は、 標準機を後期と併設している点である。これは、冷戦期には、軍事目的で整備されたものであるが、現在でも役立っている。カリーニングラード駅の6番ホームは、エルブロンク方面からの標準機の列車が発着、可能である。近郊列車は、カリーニングラード北駅からも発着しており、ゼレノグラーツク、スベトロゴルスク、ソビエツク方面に向かうものがある。 路面電車は1881年に開業し、現在も運行が続けられている。1975年には、トロリーバスの運行も開始された。2018FIFA ワールドカップの開催都市の一つとなり、新築のカリーニングラードスタジアムが会場として使用された。大会後は、ロシアナショナルフットボールリーグに所属する FC バルチカ、カリーニングラードの本拠地として使用される。 ありがとうございます。